こんにちは、マサです。今日は去年の YouTube の収入を公開します確定申告のために計算したんですけど結論から言うと 78, 円です。この前が404万だったんでだいたい120万減少しました再生回数は 50万ぐらいいしか変わってないんですけど、収入だけドカンって落ちました多くのユーチューバーが減少したって言ってますから私だけではないと思いますそしてこの収入から経費を引くんですけど経費が170万でしたどういう経費かというと例えば航空機代新幹線代 宿泊費費とかこういうい経費です先日「北海道行ってきました」っていう動画を出しましたけどだいたい航空機代が5万円電車代が2万円そしてタクシー代が1万円食事代が3万円宿泊費が3万円ぐらいですかね。だいたいた 15万ぐらいい使ましたけどもちろんん元は取れません赤字です先日北海道のニトリが開発した中国人用の住宅街に行ってきましたっていう動画を出したんですけどだいたい現在10万回再生されているんですけど広告収入は2万いかないですからね。最初から 元を取ろうなんて考えていませんからこんなんでいいんですけどねもし YouTube をやっていなかったら絶対行っていないところですから本当 YouTube やっていてよかったなと思いますそしてこの YouTube の収入と他の収入を足して確定申告するんですけど正直脱税したいです 自民党の議員みたいに脱税したいです。裏金議員に対して、岸田総理は、納税を求めませんって言ってますけど、本当なめてますよね。こっちは1円単位で計算してるのに、自民党の塩野谷議員は、納税する気はございませんなんて言ってるわけです。本当ムカつくよね。こういう人たちが、 本当の上級国民って言われてる人で何をやっても捕まらないわけですよくプーチンが習近平がって言いますけど日本だってかなりやばいからなあんなにも国民が亡くなっているのに調査すらしませんからね習近平と同じですよ裏金作って脱税するような議員が 日本人のことなんて考えているわけがないんです。お金のことしか考えてないんですよ。ほんとね、気持ちが悪いです。では、以上です。ご視聴ありがとうございました。